はじめは払いからです。払って点です。次も払いです。払って真横、そしてすごく長く横書くです。真ん中の棒が中心を通るように右側で止めます。横へ行って置き直して、少し長い位置で直角に跳ねます。そしてこの中心を通るようにまっすぐ折り目のところを通ります。折り目のところから3センチほどはみ出しています。棒も中心よりもはみ出しますが、ので調節できるので大丈夫です。縦かく小さく入ります。そして端から長く軽く止めます。直角に曲がります。下がらないように気をつけましょう。そして次は払います。次真横に行って置き直した後、斜めに行って跳ねます。次も真横に真横に、これが平行になるように横棒を細めに書きましょう。そして O は反り気味、中心を通ります。少しはみ出しています。真ん中をまっすぐ斜め上、そして最後は踏まります。のは中心から斜めに降りて、そのまま真上に持ち上げます。ここで止まります。筆がねじれていますが、そのままぐーっと上に上がって、ここで細くなって筆が戻ります。そして払います。はじめ斜め上です。線の手前で止まりましょう。縦を少し上から、そして火は縦棒が2つとも出ます。置き直して横横です。次は左側を長くして斜めに上がります。で縦棒です。はい、止めます。これが揃っているようにしましょう。そしてこの横角のところからまっすぐ下に降りて、最後細く斜めに上がった後、ぐっと置き直して、背筋が反るようにぐっと持ち上げて戻ります。そして直角に跳ねます。こういう風なラインになっていることが大事です。で、間隔に気をつけて横を2本書きます。